をやったんですが、それを改良した点っていうのを主に紹介させていただきます。よろしくお願いします。まずはじめに、その四国でこう停滞性線状の降水系がこう出るっていうのはこう1977でこう言われていて、でこの時はこう暖気こう低気圧内のこう暖気内でこうスコールライン的なものが発生するっていう、ところの着目点で見られていたんですが、どうもこういうふうな頻度分布を書いてみると、どうも ABC に沿ったようなこうライン上にこう出やすいみたいなところが知見として得られていました。でさらに地方気象台の方々の知見としても、やっぱりこのような場所に出やすいとかいう知見はあって、けどじゃあどこに発生しやすいのかっていうところまではうまくこう裏付けっていうのがまだできていませんでした。でそこで私はそのレーダーデータを使ってうまくその頻度分布を変える、である程度こう高頻度があるところに、まあ、これはちょっとここが改善点なんですが、こういうふうにある程度こう頻度が高いところに区形を設定して、そこの中で敷地位置を決めることで停滞性の降水系を出してみると、まあ、なんとか出せそうだというところがこれまで の手法でした。でそこで今回新しくなったというところは、まずはその主観的にこう決めてたところをまずは改良しようと。改良するにも何をするかというと、まずはやっぱり任意の領域でこう抽出ができるようになりたい。でこれをまずは四国のところでやってみて、でそれのそれから抽出されるこう停滞性の線状降水帯の普遍性をうまく調査したいというところが最終目的になります。で今回はその新しくなった手法をご紹介します。でまず使用したデータは、これまで行っていた通り、その全国降水レーダーと MSM のデータを2005年から2009年の5年分だけでまずやってみました。で早速その内容に移ります。まずはそのこれまで行っていた2年前に行ったその、頻度分布っていうのを、まずは加藤さん の九州の降水系に習って、こうまずは8方位に分類する。でどういうふうに分類するかというと、MSM の高知地上空の850ヘクトパスカル面の1点データでこう分別する。そうするとこのように8方位にうまく分かれる。でこの中で 1%、これ頻度分布になっていて、それの分布を見てるんですけど、その 1% 以上の分布があるところはちょうどこの、東風からこう南西風のところにあったので、ここの部分に着目してまずは見ていこう。でじゃあここからどうやって航空系を設定するのか、ここがミソになっていて、で今これ二次元分布でその頻度の値が出てるんですけど、その次元をまずなくして、単にその値だけを見て、でそれを全部小さい方からソートしていく。でその小さいのそこからその 96%、99% LG っていうのを決めて、でそれよりも大きい値をこう二次元平面上にプロットしていく。でそうすると定量的にこう頻度の高いところっていうのがうまく出されて、でそのプロットしたものの10個以上重なっていた部分の中心に、それこの20キロ四方っていうのはこの降水系の幅をうまくこれをイメージしてこう合流したんですが、そこに設定することでうまく決めるということがこの研究の肝になります。でそうするとこんな風にそれぞれの風向場である程度客観的に決められる。でこの中でその停滞性の、降水系を抽出するには、まず停滞性の定義としては、この30ミリパワー以上の30ミリパワー以上の降水点が空気、降水内に20点以上あって、でそれが2時間以上継続していると、そこがまず停滞。じゃあもう一つ、じゃあ線状はどうやってするのかっていうと、その2時間積算雨量の降水系の需要比を3対1にしてみて、でそれが線状3対1以上であれば停滞性の線状降水帯であるというふうにして、抽出を行いました。それでは結果考察に移ります。これはもう 最終的にもうまとめてしまっているんですが、まず、南西風、このように一番左上の図のように南西風または、南風の場合には、このように、久保川高知繁藤のアメダスポイントに沿ったような降水系が見られる。でさらにこういうふうにちょっと寝たようなパターンで、もう一つこういうふうに徳島にかかるような降水系のパターンがあって、でこれらが一番最初に述べましたその松尾さんの論文で見られていたようなパターンとどうも対応しているようだと。でもう一つこの右下にこういうふうなパターンがあるんですが、
でこれは総干場っていうのを調べてみて、で総干場っていうのはその四国付近で100キロ、以内の上覧をまずは思いに見て、でそれを見てみると、まあ、これ3でしかないんですが、どうも台風に伴って出ているようなこう縦のラインみたいなのが見えるというのが分かりました。でさらにその発生時期とか総干場、さらにその風向の依存性というのを見てみると、そう九州では加藤さんが、これは田代さんの論文なんですが、どうも梅雨期に多いようだというのがあったんですが、まあ、これちょっと期間が狭いので、これはもしかしたら変わるかもしれないですが、この期間に限って言えば5月、6月、9月に多くて、まあ、1月、12月を寒気を除くような全ての月で発生しているようだ。で総干場も先ほど申しましたように、高知の周辺付近のまずは上覧というのを見てみると、主に低気圧や前線に伴って発生しているようだ。でこれは加藤さん の九州の事例と比較しますと、甑島ラインのパターンと同様の結果が得られている。だから主にその降水系が発生するような場合だと、上覧に伴ってどうも発生しているようだということが分かってきました。さらに風向別に分類したときに、その風向の依存性はどのくらいにあるかということを見てみますと、特にこの南西風や南風、特に南東風の場合に発生しやすくて、でこれは九州では特にもう南西風の場合にもう極端に頻度が高いという結果が得られていましたが、それとはちょっと違うというのが分かりました。でまとめますと、まず、2年前に行いましたその手法というのをまずは改良しました。でその中でその得られる降水系というのの特徴を得られたいと調べてみると、まず850ヘクトパスカルの風向で分けてみると、特に南風、南西風の時に3つの降水系のパターンが過去に得られた知見と整合的な結果が得られる。でさらに南東風の場合にはどうも台風に伴ってこう南北のようなラインが見られるかもしれない。でさらに季節性を見てみると、5月、8月、9月によって12月、1月を除くような月で発生する。でさらに全ての事例で近傍上覧があって、まあ、主には低気圧である。でこの、内容は、フェルマブラッド2012天気として印刷済みです。オンラインでもあるようなので見てみてください。以上です。ありがとうございました。それでは質問コメントある方よろしくお願いします。ちょっと質問ですけども、降水帯の抽出のところで最初に区形を設定していくと、はい、ここまでは多分機械的にできそうなんですけども、はい、その先の部分、線状かどうかを判定してというところはやっぱり主観的になるような気がするんですけど。そうですね、完全に客観的に機械的にできるということではないですか。そうなります。なので、まあ、そうです。そこが今後の改良点というところになります。だからちょっと矛盾があるんですけど。はい、わかりました。他に何かありましたら、はい、すみません、私も四国出身なので恐縮この辺、すでに解析のところで線状降水帯と意識してるんですけど、はい、まあ、そもそも今30以上でしたっけ、強い降水を観測してるときに、はい、本当に線状降水帯が一番多いのかっていうところがちょっと聞いてみたいところなんですけど、その辺は確かめられていますか。あ、はい、先ほど手法のところで申しました通り、まずこう停滞しているかどうかっていうのでフィルターというか機械的にやって、でその後こう先ほど林さんの方で言われたように、その後にまたさらに線状かどうかっていうのを判別するんですけど、停滞をしているところでまずその線状じゃないようなものも一緒に出てきています。だからそういうふうにすると全体としてはその半分ぐらいがこう線状になって、それ以外のやっぱりペタってこう頻度が出るようなパターンもあったので、そちらの方も今後見ていくと、その統計的にこうどういうふうなパターンが見られる、もう線状に限らず見ていくとそういうふうなのが見られるっていうので、半分ぐらいは線状じゃないものもあります。他よろしいでしょうか。それでは、本セッション防水システム3を、終了したいと思います。大変お疲れ様でした。実行委員